だけど、結構右ドクレクっぽくない？ナイスショー。あそこ狙ったの？最短。前、行かないかな、あっち。届くってこと？違う、あっちの方面。あっちの方面ね。なるほど。距離感もあっち狙おう。あ、ほんとだ、あそこにあるやんじゃん。今回右行ったら良さそうじゃない？良さそう。しかもさ、あのポールもあっちにあるよ。うわ、行った。良さそうじゃない？行った。いいんじゃない？お、来た。ナイス。ナイス。まあ、こんなもんよ。3オーバーより。でもさ、これピンチ、チャンス？これピンチよりか。ないわ。ない、結構よくやな。でもまあ。でもさ、ここ登ってるよ。登ってる？え、メルさん、遠く？当たってる？いや、でもさ、やめて嘘つくの。下ってた。こっちから見たら登ってる。下ってるでしょ。あれ、なんか登ってるってなっちゃったから。罠。罠よ。やめてもらっていい？ウキピンは。結構。だからそこに落としてちょん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 って寄りたいよね。って。そう。トンコロッツッツッツって5メーターぐらい行くやつ。行かないから。もうね。入ったら入るかも。うまた、え、めっちゃうまいやん。うわ、来た。最後ポッて動いた。ポッて動いた。最悪。え、今入ったと思ったよね。びっくり。びっくらぽん。いやー。悔しい。流れですね。流れ流れ。やばい。これ入れると一打差になるってこと？激アツ。接戦になってきた。ね。めっちゃ跳ねたね。うん、ポコポコ、ポコポコ、いいとこポコポさっき登りって教えてくれたのに。いや、なんかさ、変このライン奇妙だよ。奇妙だって普通に考えてフックだよね。普通に考えたらでしょ、うん、フックないもん、これ絶対。でもその確かに足元から来ているその
後ろからそっから来てるやつがなんかこれ外したら超つまんないやつじゃん。それ外したらマジでつまんないよ。スラで見ていいの？いいよ。ほんと？え、スラってかまっすぐでよくない？左から行くしかない。やばい風、あの木ぐらい狙って。あれ難しくない？ピン？なんか段あるっぽくない？あの青いのアプローチ。確かにこのラウンドをだからちょっと上げたくなる台だよね。ここに来て、ここに来て理科を楽にさせてしまった。でもね、そんな楽じゃない。上げてね。上げてきた。今待ってね。うん。風回りすぎじゃない？守りのゴルフしてるみたいじゃんね。え、守れたんじゃないの？守ってない。攻めたのに体が守った。怖いんだね。怖いんだね、体はね。正直だね。正直だね。体は正直だよね。マジで誰の声今？ナイス。ぴったり。今のはどうやって打ったんですか？ふわーってふわーってやつ、あの、待って、ふわーって弱くない？やべえ。待って、このパターンは考えてなかった。リカ、ストーリー分かってるね。え、待って、マジかよ。やべえ今の。マジか。素が出た。ね、嘘でしょ。したの？なんかさっきからさ、リカ弱くなってきてるよね。確かに。後半ショートし始めてる。ね。マウンショートだね、これは。急激に芝が伸び始めたから。これは入るんでしょうか？今回一番大事なパットじゃないですか？危なそうです。ショートだ。はい、ゴー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 。
とラインには乗ってるわけなのよ。ああ。ケビンだ。ナイス。ケビンのやつ入ったことないんだけど。やっぱカラメルが先に動いちゃうからじゃない？取りたいが、取りたい気持ちが。あれすごいよね。すごい。ここはいよいよ最終ロングです。よいしょ、ね、今超良くない？体が良かった。なんか触れてる風に見えた。そうそうそう。いや最後ロングってさ、ね、いいよね、どっちか取りそうだよ ね最後やっぱ動きそう。てかどっちかは取りたいよね、うん、今どっちも自分がって思ったっす。やばい、最短かも。めっちゃいいとこだったね、今。めっちゃいいとこかもしれん。でもさ、どう乗る？いやどうかな。でも結構距離より短い時多くない？バンカーまで行くのかな。どこの左？右？左。左のバンカー手前で約20ぐらい。あ、ダウン入ってない。あ、やっちゃいなよ。これはね、これは無理だね。この絶景を、いや行ってほしかったな。行きたかったけど、みんなの行きたいにはそれだ。何番？5番やん。で左のフェアウェイ狙います。おー、安パイですね。ナイス。いやでも行ってほしかったっすね。狙ってほしかった ね。でも立ってみて。そうやって言うけど、やんのマジで結構急よ。どう？いや、まあ、まあ、青いけどね。絶対嘘。こんなの行ってたらシード取れないよ。いや、行けるでしょ。やばい。こうやったらね、ワンちゃん。そうだね。これさ、距離がもうちょっとなかったら行ってもいいんだけどさ、あそことかよだれてちゃう。あそこあったら絶対 100% 行く。だだだだだだ。
でもあそこのピンツーってあそこ難しくない？なんかウッド系で打ってもさ、まあセンター乗ればいいか。あ、もう乗ればいいっしょこれは。間違いない。普通のスリーバック。いや、それなんで？最悪のシナリオ。行かなきゃよかったみたいな。なるなるなる。超綺麗ですね。めっちゃ綺麗。初めて来たけど。でもちょっと戻ってきた。バーディーパット。最後がこれ沈めてイーブン。はい。ショートはしたくないよね。ナイスバーディー、バーディーフィニッシュ。嬉しい。あー、焼肉楽しみ、お腹すいたもん。ありがとうございました。おこ、おこ、あー、追い上げ目なしく。いい勝負だった。え、嬉しいんだけど、追い上げかつてナチュラルに絶対まくると思うと思う。必要だったね、今日は。そんなもんです。そんなことないです。でも今のフォトはめっちゃ難しかった。いいかな、うん、ね、結構切れてる。結構切れたし、なんか下りだった。よかった。ちょっとまたリベンジするわ。お、リベンジして。めっちゃ練習しようもん。そんなにボロクソ負けんでしょ、リカ。はい、というわけで終わりました、18ホール。結果が私が1打差で勝ちました。結構悔しい。嘘、マジ？てかマジ、うん、はい。いや、私マジ勝てると思わなかったから超嬉しい。こっちはこっちで。え、でも普通にうまかった。本当、うん、最後追い上げてきてくるね。え、そう、マジ危なくて、なんか内心結構、あ、結局やられるかもって思ったけど、調子悪かったっけ。ちょっと悪かったね。ね、でもリカうまいよ。本当？なんでテスト受かんないの？
いやね、いけますよね皆さん。首痛めなければ、ね、首寝違えなければ。確かに、あ、去年は ね不幸だね。でもやっぱさ、めっちゃさバーディーじゃない、もうアンダーアンダーまくりじゃん、ね、やっぱテストとかさ。いつも通りできればいけるよね。緊張してないよね、うん、緊張する、めっちゃするよ、するめっちゃする。意外じゃない、うん、しなそうですよね。めっちゃしますよ本当に。いつもお腹痛いし。そうなの、うん、え、でもあんま出ない、トレーニング出る出る出る、めっちゃ震えるから俺。そうなの、でもなんかちょっと雰囲気出してそういう風に見せないようにして。え、見えない見えない、また出れるように頑張るね。来てね、うん、じゃああれだね、とはいえまあ焼肉がこっちになるんでその時もあの飲もうね。その時は忘れてた、食べ放題2980円のとこ忘れてた。あ、高級高級焼肉って青井が言ったんだよね。公共の焼肉、あ、高校えらい違うの、公共の大体公共だから大体公共じゃない公共焼肉、ね、まあ、その行けたらその様子も、その様子もね、1分ぐらいして。1分かよ、何も早送りでね。というわけでありがとうございます。ありがとうございました。またやろうね、うん、では皆さんご視聴いただきありがとうございました。いいねボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。よろしくお願いします。バイバイ。これ。